川ちゃん、新生です。今回なんですけども、高級時計と呼ばれているものは僕自身は100万以上のものだと思うんですけど、そういう100万以上の高級時計を買うやつっていうのはバカなのか、この議題についてお話ししていこうかなというふうに思っております。最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは行ってみよう。はい、というところで今回なんですけども、皆さんは100万円以上の高級時計って、必要があるというふうに思いますでしょうか。もちろん時計っていうのはまあ賛否両論ありますよね。いらないっていう方もね、もちろんいらっしゃるのは現実問題ありますし、僕もいろんな方と話してて、まあ、時計いらないやっていう方もいるのは承知してるんですけども、まあ、僕個人的には100万以上の時計、高級時計を買うことっていうのはとても良いことだというふうに思っております。それに100万以上の高級時計を買う人っていうのはまあバカではなくて、むしろめちゃめちゃ頭がいいというふうに思います。ただね、マイナス的な意見としては、例えば維持費、オーバーホールとかあるので、それで、まあ、3、5年に1回は5万円ぐらい飛んじゃいますけど、そういうオーバーホールの維持費が大変だとか、まあ、ただ単にそういうの見栄の張り合いでしょとか、マウンティングしたいだけでしょみたいなとか、そんなね高いものじゃなくても別に携帯あるし、そもそも時計自体いらねえやっていう、まあ、マイナス意見があるんですけど、この動画最後までご視聴いただければ、絶対にねそんな方でも時計がちょっと欲しいなというふうに思うかなというふうに、ね、願いも込めて、この動画撮らせていただいているので、ぜひとも最後までご視聴くださいませ。はい、ちょっと話戻しますけど、まあそういうねマイナスな理由ももちろん承知した上で、あえてお答えするとするならば、時計は男ならば絶対に必要なものです。これは間違いないというふうに僕は断言できます。その理由についてお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、まず理由としてはいくつか挙げることができるのかなというふうに思います。で、理論的にまず現実をお伝えさせていただくとすれば、スイスの全世界向けの時計輸出額っていうのがあるんですけど、それが3年連続で増加しているっていうのが現実問題あります。で、時計はスマホで十分という声もね、先ほど申し上げましたけど、そういう声がある中で、高級時計っていうのは結果として需要があって増加傾向にあるっていうのが事実なんです。またスイス時計協会の統計によりますと、2019年の1月から11月までの、累計輸出額なんですけど、199億、4720万スイスフランというふうになってまして、日本円にすると2兆2518億円。やばくないですか。こんだけスイスの、高級時計っていうのはやはりね需要があるんだなっていうのすごくわかると思うんですけど、これが前年比で比べると 2.0% ほど上がっているんで、これはねどん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 需要が上がっていくのかなっていうところではあるんですけど、2018年の年間の伸び率ってのが、6.3% ぐらいで、まあ、2019年も、まあ、4.9% ほど伸びていけば、過去最高だった2014年の222億スイスフランを5年ぶりに更新するはずだったんですけど、香港での抗議デモっての皆さん覚えてますでしょうか。これがあったせいで伸び率っていうのがちょっと鈍くなってきて、このような結果になったっていうのが現実あります。なので 2.0% しか前年比で上がらなかったっていうところが2019年ですね、あるんですけど、まあこれは今日本人っていうジャパンマネー、もうバブルの時はかなりジャパンマネーがターゲットでしたけど、今はチャイナマネーがターゲットに結構なっているので、そういったところがあって、香港っていうのは非常に大事なマーケットでもスイス的にはあるんですけど、まあ、このデモがなければおそらく過去最大の売り上げになってたと思います。ちなみにスイスの日本向け、時計輸出額なんですけど、1月から11月までで 21.4% とかなりの、アップですよね。これなぜかっていうところでもあるんですけど、高級時計の需要っていうのはここからも増えてきている、しかも日本でももちろん増えてきているっていうのが数字として出ています。で、むしろ高級時計がこんだけアップしてるとなると、めちゃめちゃ必要とされてるんじゃねえかっていうことになると思うんですけど、これがなぜなのかっていう要因の一つはやっぱり消費税が上がったことが考えられるんですけど、まあどちらにせよ需要があって、どんな原因があるにせよ需要があって、こうバコーンと跳ね上がってきているわけなので、皆さん高級時計が欲しいっていうところは間違いないと思うんですよ。まず、感情論とかいろいろ話す前に、
このような数字で、高級時計っていうのは現実問題需要があるっていうところをまずご理解いただければというふうに思います。ではそれはなぜなのかっていうちょっと、感情論も入ってくるんですけど、これについてはいくつか理由を挙げることができます。でその中でもよく言われるのが資産性です。時計っていうのは資産性があるっていうふうによく言われますが、全体的に時計は値崩れしてもまあ100万のものが10万以下ぐらいで売られるっていうことは基本的にはないので、確かに資産性っていうのはあります。例えば100万円以上の車を買ったとしても、実際それじゃあ売ったらいくらになるかっていうと、かなり値下げしちゃいますよねっていうところがあるので、かなり資産性には優れています。でそもそも時計っていうのは、例えば車とかに比べるとやっぱりそのスペース保管する場所っていうのを全然取らないので、まあ本当にそれも相まって資産性っていうのがあるなっていうふうには思うんですけど、ただ、物によっては数十年後これ化けて数億円になるっていう可能性もね、もちろんこれ時計だとあるんです。で例えばリシャール・ミルなんかは、リシャール・ミルの正規中古店なんかもありますし、生産本数がそもそも少ないっていうところがあるので、販売価格以上のものになるっていうケースもね、もちろんあるんです。でもしお時間があればフィリップスとか、サザビーオークションとかの、時計部門ちょっと見ていただきたいんですけど、当時数百万円だった、時計が数億円で取引されてるってことが結構ザラにあります。そして最近の流れでいうと、著名人が実際に着用していた時計が、まあ、その時計自体はそもそも数百万もしくはもう100万もしないぐらいの、価値の時計なんですけど、その人が実際につけていた本物の時計っていうことだけで数億円することがあるんです。正直将来この時計が上がるっていうのは、まあ蓋を開けてみないと分かんないっていうところもまあ結構あるんですけど、全体的に見れば値崩れしないですし、まあいろんな嗜好品と比較してもとてもね資産性が優れてるっていうのは、これはご理解いただけるかなというふうに思います。またね、時計っていうのは基本的に数百万を超える高級時計は孫の代まで使うことがもちろんできるので、まあ、全体的にそうなんですけど資産性がありますし、むしろね、そういったところから考えると100万円以上の高級時計を買う人っていうのはめちゃめちゃ頭がいいと思います。であとは、もちろん時計っていうのは男の格を知る上でもちろんね物差しにもなるような、アイテムなので、いい時計をしている男ほど仕事ができるっていうふうに言われています。でまさに成功者のシンボルの一つが時計だというふうに思うんですけど、これがなぜなのかっていうところなんですけど、もちろんこれで、このことについても疑問に思う方いらっしゃると思うんですよ。別に時計なんて大したことないじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、そんな効果あんのって思う人もちろんいらっしゃると思うんですけど、皆さんハロー効果ってご存知でしょうか。でハロー効果とは心理学の用語になるんですけど、対象を評価するときにその目立ちやすいとの特徴に引きずられて、他の特徴についてもその評価が、歪められるっていう現象のことになるんですけど、まあ、つまりは100万円以上の高級時計をしている人って、まあ、その時計の効能があってその仕事の評価っていうのがかなり高まってくるんですよ。だからこのいい時計をしているから、あ、じゃあこの人はいい仕事をしてくれるなっていうふうに人間は思うことがかなり多いです。これをハロー効果っていうんです。でそれにこれは男性としてのあの魅力もね高めてくれるって解釈することもできますよね。いい時計をしているからこの人はいい男だっていうふうに思うこともあると思いますし、そもそも、結構女性の方って男性の時計見てます。でそれで男性の、格付けじゃないですけども、そういうことをしているっていう女性も結構話聞くので、現実問題そういうところがあるので、モテたい方であればマストで、高級時計を買うっていうのをお勧めします。でそれに体験談なんですけども、基本的に、まあ、いろんな取材とか僕当時してたんですけど、社長さんは高級時計を数本所持してます、間違いなく。でこれも、高級時計のハロー効果があるのかもしれないなっていうふうに思うんですけど、逆に言うと安い時計をつけていると社会的地位が低いというふうに判断されてしまいますし、あまりねその社長さんで安い時計をつけてる人っていうのは見たことがないです。でもちろんねマウンティングのための道具っていう捉え方もできますし、まあそのための道具でもあるかもしれないんですけど、
まあ数百万の高級時計を持ってる人ってどちらにせよこの人いい時計持ってるなって思われますし、印象に残るんですよ絶対に。それに基本的に先ほど話した通り高級時計の需要っていうのは上がっているので、男性は高級時計に興味があるっていうのは、間違いないです。これはなので、話のネタにも使うことができるんです。つまり高級時計っていうのはコミュニケーションツールとしても使うことができます。そして何より100万以上の高級時計っていうのは、自己満足度っていうのがかなりね高いです。僕も何本か今もつけている時計もそうですけど、100万円オーバーの時計っていうのはいくつか持っているんですけど、とてもね満足してますし、すごくなんか幸せな気持ちになります。まあ、やっぱり時計っていうのは誰しもが憧れるものだと思うんですよね。男だったら絶対に憧れた方がいいと思います。男でせっかく生まれたのであれば、いい時計をつけていただければなというふうに思っております。はい、というところで今回は100万円以上の高級時計を買うやつってバカなのかっていうことについてお話しさせていただきました。いかがでしょうか。で、このね議題について結論から言うと答えはバカじゃないというふうに僕個人的には思います。で、仮にじゃあ、いろいろ大変な例えば今回のコロナがあって、仮にねじゃあ高級時計昔買ったけど売ろうかなってなったとしても、ちゃんとお金になるのでそこまでっていうと無駄な投資でもないというふうに思うんですよね。ロレックス投資っていう言葉もあるぐらい、投資っていう考え方の方もいらっしゃるんですよね。結構時計っていうのは投資だっていう考え方の方ももちろんいらっしゃるので、これはね、投資としても時計を考えてみるのもありだと思います。まあ何にせよごちゃごちゃ話しましたけど、結局は高級時計っていうのは男のロマンだし買うべきだってことだと思いますよ僕は。はい、どうでしょうね、皆さんは何か、欲しい高級時計はございますでしょうか。ただ高級時計っていうのも正直なんて言うんだろう、すごく奥が深いなっていうところがあって、そもそも100万円以上の、ものが今回高級時計っていう体でお話しさせていただきましたけど、よく考えていただきたいんですけど、100万円以上の、ものを、発売しているブランドがこんだけあるのって時計業界だけなんですよ。車だって正直何社かに限られてくるじゃないですか。数百社あるかっていうとないですよね車。なんですけど時計って全然数百社はありますよ。奥を突き詰めれば突き詰めるほどいろんなブランドがあるんですよね高級時計って。なのでそこからじゃあどれを選んでくるのかっていうところについてはかなりね難しいところでもあるので、僕の、まあ、他の動画で、時計のブランドについて、それぞれ語っていく動画があるので、こちらもぜひ見ていただければというふうに思っております。またね、高級時計の正しい選び方とかもそういったところに関しても今後動画で話していければと思いますので、ぜひとも、ご視聴いただけますと幸いです。というところで本日の動画は以上になります。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたらチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。またグッドボタンもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。